総理大臣皇帝、総理大臣皇帝、総理大臣皇帝は日本の内閣総理大臣の皇帝、総理皇帝、首相皇帝ともいう官邸敷地内にあり内閣総理大臣の執務の拠点である総理大臣官邸に隣接する皇帝と官邸は帝で繋がっている日本では首相が公務を行う建物を官邸、居住する建物を 皇帝と分け、同じ隣接する、この二つを区別している。総理大臣皇帝の建築設置は、国家公務員宿舎法の規定に基づいている。現在の皇帝は、旧総理大臣官邸を移動、A、ええ、やして改装したもので、2005年、平成17年から利用されている。首相在任期間中、皇帝に居住するか否かは、歴代総理ごとに判断が委ねられている。 一覧三章。ただし、官邸に隣接する皇邸ではなく、指定を利用する場合には、危機管理への対応に支障が生じていないか問われる、ことがある。二千十五年、平成二十七年二月二十三日の衆議院予算委員会で、内閣総理大臣、安倍晋三は、衆議院議員、松木健康に、皇邸に住まない理由を問われ、自宅、実際には、 渋谷区富ヶ谷の別宅の方がゆっりと休めることを挙げ、危機管理対応にもほとんど支障がないと答弁している。旧官邸と渡り、廊下で連結していた平屋造り508平方メートルの旧皇帝は、その外観こそは官邸に連なるライト風の建物だったが、内装には和式を取り入れていたことから、完成当時は日本館と呼ばれていた画像。 内装工事が完了するとすぐに田中義和が入居し、以後六人の歴代首相がここに寝起きした。旧工程は二点二六事件で反乱兵によって書き乱され、住居としては使い物にならないほどにまで荒らされてしまった。そこでこれを復旧するのは諦めて官邸の事務所に転用し、翌年には官邸南邸に木造二階建ての仮工程を新築した。 この家屋は外観が日本式そのものだったので日本屋と呼ばれた。しかし日本屋は会合や臨時の休息所として使われることはあっても定住するものはない空き家だった。2.26事件以後の歴代首相はもう誰もこの物騒な敷地内に住もうとはしなった。日本屋は1945年5月25日の大空襲で消失した。 戦後になっても首相の自宅住まいは変わらなかった。歴代首相は毎日都内の指定から官邸まで黒塗りの公用車に乗ってパトカー先道で通勤していたのである。兵士に襲撃される心配はなくなったが、皇帝が事務所とかしてすでに久しく、その内部は荒れ放題になっていた。一方、当時の大物政治家は、 御殿のような邸宅に居住している者も少なくなかった。そうした邸宅を持つ首相の中には、逆に官邸の機能を指定の方へ持ってきてしまう者もいた。すでに戦前には、この絵踏みが杉並区小木久保の指定、敵外相を使用閣僚との会談などに活用し、対戦前夜の重要な国策の多くがここで決定されている。鳩山一郎は脳拘束の後遺症から、 体が不自由だったこともあり、音羽御殿と呼ばれた文京区音羽の大邸宅には、与党幹部や政府要人が自ら足を運ぶことが多く、保守合同や日ソ共同宣言のもと準備もここで行われた。ずっと後のことだが、目白御殿と呼ばれた文京区目白台の田中角栄の指定にも、与党幹部や各省庁の局長クラスなどがひっきりなにで入りして、 まるで官邸のような様相を呈していた。茂原内閣で外相だった、吉田茂は、冒険11宮家の功績離脱が決定すると、いち早く関係各方面に働きかけて、アールデコの息を尽くした柴代金台の旧、朝香宮邸を外務大臣皇帝とすることに、決ってしまう。そうこうしているうちに、吉田は首相になり、 外相も引き続き兼務したので、外相皇帝は事実上の首相皇帝になった。与党議員が出入りして落ち着けない官邸を嫌った。吉田は愛してやまないこの勝者な邸宅で政務の大半を取ったので、外相皇帝は次第に第二の官邸のごとき様相を呈するに至った。現在、官邸というとそれが首相や官邸スタッフのことを意味することもあるように、戦後の一時期において、 外省皇帝、目黒などといえば、それは、吉田やその側近たちのことを指した。一方、旧皇帝の方はその後も引き続き官邸事務所として使われていたが、60年安保で、デモ隊が官邸を包囲して、岸信介が缶詰にされるという事態が起きると、官邸に隣接した居住施設の必要性が改めて浮き彫りにされた。そこで1963年から、 旧皇帝に大規模な改修を施す工事が始まり、その完成を待って1968年には、佐藤栄作が2.26事件以来未32年ぶりに皇帝の主として、ここに移り住んだ。7年8ヶ月という連続罪人の最長不当記録を打ち立てた佐藤は、人気後半の4年間を皇帝で暮らしている。後に、佐藤博子夫人は、田中角栄、福田竹夫。 大平正義などが大派閥の領収でありながら、いずれも短期政権に終わったことを表して、首相が在任中を通じて皇帝に住み続けることこそが、既政権の秘訣ですよと語っていた。しかし、佐藤以後の首相が皆皇帝住まいをしたわけではなかった。旧皇帝には大規模な改修が施されたとはいえ、やはりそもそもが、住み心地の悪い住居だった。階段に加えて、狭い。 日当たりが悪い、作りが古い、使い勝手が悪いなど満足のいくものがなく、その上巨大なゴキブリやネズミが頻繁に出没するといった問題まで抱えていた。危機管理上の懸念と官邸機能の強化から首相の皇帝住まいが状態として定着するのは平成に入ってからである。歴代総理と官邸皇帝の不死を参照。5年5ヶ月の長期政権を担った。 小泉純一郎は、新官邸の建設旧工邸の取り壊し、旧官邸の移動新工邸への改装という一連の歴史的な官邸建て替え事業の一部始終を自らの任期中に対することになった。2002年8月28日、旧工邸の取り壊しを控えて、小泉は仮工邸となった品川区東五反田の内閣法制局長官工邸に引っ越したが、 そこで感謝の厚正なことに驚愕し、総理大臣皇帝よりも、官房長官皇帝よりも、官僚の皇帝の方が上なのかなぁと、ため息したという、現官邸の方が完成したことに伴い、旧官邸を移動、改装し、これを迎賓機能を持つ新しい首相皇帝として、使用することになった。2003年、平成15年10月から約1ヶ月をかけて、総重量、 約2万トンの建物全体を東に8度回転させながら南に約50メートル移動させる英家を行い、その後1929年、昭和4年の完成当時の姿を日のとに復元する改修が施された。また、庭内には茶室や和室のダイニングなど外国からの品格をもてなす部屋が新たに作られた。また、燃料電池による発電、 熱供給システムや太陽光発電、風力発電など環境に配慮した各種最新設備が導入された。改修工事は2005年、平成17年4月に終了。小泉純一郎政権発足4周年の4月26日を記念して新工程への引っ越しが行われた。旧工程や現工程問わず、幾度となく幽霊騒ぎを起こしている。現工程 旧官邸は5.15事件や2.26事件などクーデターの物体となり、犬飼武や松尾伝造など数人の死者も出している。正面玄関には2.26事件の際のものと言われる弾痕が残っていた。そうした背景からか、新旧皇帝では時折、日本軍の軍服姿の幽霊が出ては、人を驚かせたという。森義郎も、 その一人で、ある晩に、森が寝ていると、ザック、ザック、という複数人の軍下の足音が近づいてきて、寝室の扉の前で、ぴたりと止まった。慌てて飛び起きた森が、誰だそこにいるのは、と、廊下へ出るドアを蹴り開けたが、そこには誰もいなかった。すぐに、秘書官に連絡を取ったが、校庭に、そのような者たちが入ってくるはずもなく、 森はそこで初めて背筋が寒くなったという。その森を引き継いだ小泉純一郎に森がこの話をすると小泉はこわだ高に笑って何言ってるんですか。幽霊なんかいるわけないでしょ。俺はそんなの全く信じないから怖いことなんかないよと相手にもしない様子だったが後で寝職を呼んでしっかりお払いをしたという。 また、羽田つとむの靖子夫人も、霊が見えるという人がいて、お祓いを知っていただいた。庭に軍服を着た人たちがたくさんいるというんですという、話を紹介している。皇帝が建て替えられた後に、内閣総理大臣に就任した野田義彦も、そのことを把握しているほか、鳩山幸夫の鳩山美幸夫人に至っては見たことがあるという。なお、安倍晋三が、 首相に再就任した後の2013年に民主党参議院議員の加賀谷県による総理大臣皇帝に関する質問主意書の中で幽霊が出るとの噂があるが事実か。安倍総理が皇帝に引っ越さないのはそのためか。との質問が出されたことがある。これに対して日本国政府は幽霊の噂について承知していないとする答弁書を閣議決定している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。